いやあ、せつなきゅうすけだよ。箱根を歌うデッドローストライク、パート51か。やっていきます。前回のあらすじ。一言で言わせてもらっていい？クリスさんの笑顔超パネース。よし、よいこう。前回のあらすじ終わり。燃え咲きがクナミを連れ、食べ物を取りに行ったので、ひよこと二人きりになった。その二人きりになったって言い方やめろお前。このゲーム青春ゲーやけんさ、なんか恋愛のフラグみたいな感じになるからな。あ、もう今日のサムネこれ決定ね。今日のサムネこれにするからな。そんな感じの映画出てきたよ。ヒヨコ、みんなとはこれでお別れだって思ってました。え、いやお別れやん。だからその送別会やいよのにお別れだと思ってましたって言うたらさ、お別れじゃないみたいな感じ。まあそっちの方が嬉しいけどさ。ヒヨコの言うお別れっていうのは、もうきっと会うことはないって意味のお別れです。でも、別にそういうわけじゃないんですね。あ、そういうことか。そうそう。さよならは悲しい言葉じゃないってことだよ。クリスから話を聞きました？なんか若干顔の感じが変わってきよん。目の向きとか、眼球の向きとか変わっとうけど、どのあたりのサムネにしようかな。イズキに干渉した時のこと？そうです。きっとこれからヒヨコは勉強やら研究やらでものすごく忙しくなるだろうから、だからヒヨコはこの島には来られないだろうなって勝手に思ってました。でもきっとたまには休みにしてもいいと思うんです。あんまり興奮詰めすぎてもきっと分かるじゃないし、休みは大事だと思うんです。うん。あー、ヒヨコちゃんこっち向きおった。多分このシーンやな。このシーンをサムネにしよう。右の方空いてるけんさ、この辺に文字入れてな。そうしたら結構いい感じのサムネになると思うよ。そしたら時々はこの島に来ることもできますかね。クリスさんに聞いてみなよ。きっといいって言ってくれると思うから。あこれや、この笑顔の時やな。サムネにするとしたら、何このさ、サムネにし放題な画像がどんどん出てくるん。そうしたらまた一緒に遊んでくれますか？もちろんさ。うん、みんなで待ってる。えへ、これで一つモチベーションが上がりました。ここに来るのを楽しみにして、ヒヨコ一生懸命頑張ります。そうか。ところで何よ。最初は憎まれ口を叩いてばっかりだったヒヨコが、こんなにも素直でいい子に。親戚のおじいちゃんみたいなことを言うんで、両生。いや、もともといい子なんだろう。ただ、それが表に出るまでに少し時間がかかっただけで、タイムラグがあるタイプの。じゃあ、ヒヨコもお肉取ってきますね。嬉しそうな顔で、ヒヨコはみんなの元へと走っていく。やっぱお前も肉の方が大事なタイプか。実際のところ、ヒヨコがヒヨコやクリスさんにとって、本当の戦いはこれからなんだろう。と思う。きっと大変なことはこれから先もたくさん待っていることだろう。僕にできることなんて何もないけど、ヒヨコがまたここに行きたいと言ってくれるなら、この場所がヒヨコが安心して帰ってこられる場所であり続けるように努力していきたいと思う。そう思った。それが頭文字 D、 ドリーに来れた俺の願いだから。勝手にイニシャル D の高橋涼介にするからな。公衆トイレに行った帰り、みんなのところへ戻ろうと歩いていると、あ、やっぱあんた来とったんやな。やっぱあんた来とんやな。バーベキューって聞いたら連絡なしにも来そうなタイプやもんな、お前は。おわ、涼介ちゃんなの。大野さんと出くわした。あ、なんか俺この後の展開わからん時に大野さんとの演歌率高いな。ああ、大野さん、あれ、この時の大野さんっていうのさ、なんでこの人と会うんだろうみたいな、そういう落胆の読み方で。何、もう戻んの？そうですけど。ちょっと付き合えよ。ああ、先日見たすごい株が上がった時の大野さんとはえらい違い。そう言って大野さんは僕の肩に腕を回して歩き出す。わっわっ、仕方ないのでついていくことにする強制連行ですよ。
なんこれ。あ、この、ここまで来たんだよ。なんでここまで。自販機で飲み物を2つ買ったオーナーさんは1つを僕にくれた。プルタブを開けながら防波堤に腰を下ろし、オーナーさんは、海岸線を眺め出す。ちょっと待ってよ。またサムネ候補の画像出てきたよ。やめてよ。そんないい絵何回も出さないでよ。どっちにするか迷うじゃねえか。そうそう。俺もクリスちゃんとピオちゃんと一緒に本島帰るから。あ、お前もか。ごめん、なんかお前もそうか。お前もこの事件のためにこっちに来た人間だったな。そりゃあ、おらんようになるか。ごめんな、なんか忘れたわ。お前のための送別会みたいなところもあったんやな。え、そうなんですか。涼介を忘れてる。涼介を忘れてるけどね。知らなかった。いやー、やること多くて困っちゃうよね。嘘つけ。お前のふるのらりくらりといろんなところおること考えたら、やること多そうには見えんだけどな。新世界の中でも結構偉い位置にいるようだし。あ、その前にこの涼その前に大野さんが新世界の立場におる、新世界の中におる人間やってこと忘れとったわ。そうじゃな。この人はどんな生き方をしてきたんだろう。前から聞きたかったんですけど、大野さんって何者なんですか。何者って、そりゃあお前、見た目は大人、頭脳は子供、それでも大野サトシ。なんでサトシって言ったんだ。なんで嵐出てきたん俺。宇宙人だよ。ほら見てみ。見た目は大人、頭脳は子供じゃないか。え、ロウスケ真に向けてるような反応するな。冗談だよ。宇宙人、そんなまさか。ロウスケ、今のは冗談だってわかると思うんやけどな。いや、でも敵なんて言うもわけのわからないものだって言うんだから、宇宙人だっていてもおかしくは。そりゃそうやな。そりゃそうやな、大野さん。ロウスケの方がおかしいな、これ。おいおい、真に受けんじゃねえよ。さすがに宇宙人はないでしょ。それとも俺、そんなに宇宙人っぽい？電波系ではあるわな。いや、高校の時でもさ、部活の後輩によく宇宙人って言われたんだよね。こいつが最後の敵か。大野さん的に回したらややこしそうになるんよな。厄介じゃなくてややこしそうになるんよな。でもさ、別に顎をなんて吸ってるわけでもないし、目に目もそんなに大きくなくね。肌も銀色じゃないし。宇宙人の固定概念やな、それ。おいのどこが宇宙人だって言うんだよ。名誉毀損で訴えるぞ。西園の妹。誰だ、西園の妹って。誰ですか。宇宙人と言われても信じてしまいそうになるのは言動や行動からだと思う。大野さんが言うことによっていつも本当なのか嘘なのか判断がつきにくくて困ります。そんな、俺がいつ嘘ついたって言うんだよ。失礼しちゃうな、もう。多分俺と話した会話の5割ほどは嘘じゃないんかなって思うんやけど、持ったかな。4割3割くらいだったかな。それでも多いけどな。っていうか、本当に帰るっていうこと以外に用はないんですか。一応それ重大発表のつもりだったんだけどな、俺。さらっと言うだけな、それでも。あんた、じゃあちょっとショック受けてくれてもよくない。まあそれなりに寂しくなっちゃうなと思ってますよ。冷めてんな、ロウスケ。大野さんに対しては冷めてんな。んだよ、その言わせた感はよ。嫌になっちゃうよね。まあ冗談をさておき、no、ほら冗談をさておき言っちゃった。大野さんの場合、どの冗談のことを言ってるかわからんからな。急に真面目な声色になって、大野さんはまた地平線を見つめ出した。涼介に一つ教えておこうと思うことがあったな。え？僕に？そう、最後の敵についてだ。こいつが最後の敵だってかって言うです。こいつが最後の敵かって主張、コメントをしてくださったことがおるけどさ、まさかの最後の敵についてだ話になってきたよ。なんていう巡り合わせだろう。大野さんが最後の敵っていう話じゃないよね。だから俺のことを倒しに来い、ロウスケ。なんて言うかな。え、まあ別に教えようが教えまいが喧嘩はあんまり変わらないんだけどさ、とりあえず安心だけはさせておこうと思ってね。え、何を言ってるのか。
よくわからない。初見さんいらっしゃい。最後の時にこの島の住人が触れるような心配はない。なぜ？そのくらい難しいところにいるから。難しい？ああ、なんつうか山のめちゃくちゃ上みたいな、そこに行くのが難しいところにおるみたいな感じ。え、あれな、ちゃめ、あの石英高原におるレッドみたいな、初代ポケモンのレッドみたいな感じのところにおるん。大野さんは敵がどこにいるか知ってるんですか？まあな、この人にとっては何でも見通したんだろうな。だったら教えてくださいよ。いや、ダメだね、教えない。そんな、誰かが危ない目に遭うかもしれないのに。言ったろ、それは大丈夫だって。それに俺が教えようか教えまいが、見つけるのは時間の問題だ。だったら先にお答えを聞いちゃうより自分の目で確かめていった方がいいに決まっている。そんなことを言っている場合じゃ。いや、そういうのが重要なんだよ。地平線、水平線を眺める大野さんはまるで僕には見えない何かを見つめているようだった。大野さんはどうして敵の場所とかそういうのがわかるんですか？そうだな、強いて言うなら目がいいんだよ。いろんなものが見えちまう。スピリチュアルやね。見たくないものも全部見えちゃうくらいにな。大野さんのこんな顔は初めてだった。いつもふざけてばかりの大野さんにも悩みはあるのかもしれない。俺高校の時天文部でさ、遠くの星ばっかり眺めてからな、それで目が良くなっちゃったのか、良くなっちゃったのかな。いや、それはないとは思うすけど。まあそうだな。いつも通りの笑顔に戻り、大野さんはパッと立ち上がる。この人は情緒不安定じゃないのか。さてと、そんなんじゃ、そんじゃこれからもいろいろあると思うけど頑張ってくれ。応援しているぞ少年。結局大野さんは最後までつかめない人だった。なんか僕の夏休みでもこういうキャラの濃い人おりそうやもんな。夕方になり、クリスさんたちの乗るフェリーの時刻が近づいてきた。せっかくだからみんなで写真でも撮ろう。アヤムがカバンからデジカメを取り出す。おいおい、絵が上手い人間がデジカメなんか使ってもいいのか。あら、気が利くじゃない、アイム。みんなで海にお背にして並ぶ。ちゃんと全員入ってるかの。クリスさん、ちょうもちょっと内側に寄ってください。お、お。なずき、もうちょっとかがめ。ほいほい。よし。シャッターを押すとタイマーが光り出す。アイムはこっちに走り寄ってきて、橋の方に立った。点滅が速くなり、カシャ、小さなシャッター音が鳴る。それを皮切りにみんなまた話し出す。大野さんさ、ちゃっかり自分だけさ、あのハイチーズのパシャのあたりかに、パシャのちょっと前あたりにさ、前に寄ったんちゃうん。私目つむってなかったかな。目つむってても上げてもそんなに変わんねえから大丈夫だって。写真撮られるの初めてだった。ちょっと緊張した。コテネは初めて尽くしじゃの。本当だな。いっそのこと俺と初めてやらないか。俺は何を言ってるんだろうが、このタイミングでコテネちゃんを口説こうなんて俺は思ってないからな。変わった人ですね。お前もやけどな。マリーちゃんに会えたら終わりやけどな。カメラを撮りに行った歩から戻ってくる。うん、ちゃんと撮れてるな。ちょっと逆光気味じゃない？いついつはよく見えないくらいの方が綺麗に見えるって。なんだそのさ、一連の流れは。でもちゃんと撮れてる。そうじゃな、いい写真じゃ。写真を眺めながらしばらく談笑していると、そろそろ時間だぞ。イーナさんがそう聞き出した。とうとう和解の時か。それじゃあ皆さん、ひよこたちはこれで。震えた声でひよこは無理やり笑顔を作る。するとそんなひよこにコラミが歩み寄ってくる。
ピオちゃん、そんなに無理に終わらなくていいんだよ。え、泣きたいときは泣いてもいいんじゃ。クラミさん、クラミの言葉に顔を崩すヒヨコだったが、ヒヨコちゃん、マリンちゃん、大声を上げて抱きついてくる森崎を見て普段通りの表情に戻っていた。ヒヨコが泣くところでしょ、スクワだってマリンちゃん、いいキャラしとるな。そんな光景をみんなが笑って眺めている。少し場が落ち着くと、ヒヨコは改めて全員の前に立った。ヒヨコ、悲しくて他には辛いですけど泣きません。今日で終わりじゃないですから、また必ずこの島に来ますから。涙まざまじりだけど最高の笑顔、年相応の偽りのない笑顔だった。いろいろ迷惑かけたな。いえ、クイさんも頑張ってください。ああ、今までの分も頑張る。最後に固い握手を交わし、クイさんはこちらに背を向ける。さ、行くかね。それに大野さんが続き、遅れてひよくも歩き出す。それじゃあ皆さん、また会う日まで。3人は車へと向かっていき、僕たちは手を振ってそれを見送った。ヒョクは車の窓を開け、ずっとずっとこちらに向かって手を繰り返し続けている。寂しくなっちゃうね。うん、そうだね。でもヒョクの言った通り、これで終わりなんかじゃないから。だから僕は車が見えなくなるまでずっと笑顔で居続けた。夏が過ぎ風あざみ、誰の憧れにさまよう。もう僕夏みたいな感じだった。もう完全に僕夏みたいな感じだったぞ。そして暗い世界、このタイミングでか。メスタでいいんかなこれ。メスタ、私たちがしなければならないことはリセットシステムへの侵入だった。ハッキング的な感じ。ここはリセットシステムのすぐに近くにある島の研究所、私の満たされた場所だ。不眠不休、食事もなく、私と葵は様々な手段を用いてリセットシステムと戦っていた。それにしても、私はシステムを停止するために作られたのだから、もちろんここの施設にあるさまざまな情報や装置に理解があるのだが、葵は関係のない一般市民のはずなのに、私に全く遅れを取らなかった。もともと頭がいいとは思っていたが、彼女も何か特別な教育を受けてきたのかもしれない。そうでなければリセットシステムの管理デバイスを呼び出す方法なんて見つけられるはずもない。なんかあるんだろうな、過去に。テトラ、これちょっと見て。葵の音声とともにデータが送信されてくる。転送されてくるか。これ、うん。もしかしたら、これで、リセットシステムの侵入パスが見つけ出せるかも。いい情報を見つけたんだ。ざっと見つけただけだから、まだ確証は持てない。だけど、葵が出したデータは、デュオやトリがこれまで出してきたものとは全く違う何かがあった。よく考えてみれば、いくら頭がいいからといって4人とも同じ人間が研究していたんじゃ、見つけられるものも偏りが出て当然だ。葵という異質な思考が入ったことによって、新たな道が生まれるのは不思議でないことかもしれなかった。だからこそ葵という存在があるのかもしれないね。早速楽しんでみる。うん、そうしてくれ。葵から受け取ったデータを確認しながら、リセットシステムへと介入を試みる。何千何万、いやそれ以上のパターンをしゃみつぶしに当たっていって、あっ、私にはようやくほころびを発見した。ネットワークの隙間、テトラいけるかも。ほころびに手を伸ばし、ゆっくりほどいていく。慎重に作業を続け、答えを導き出していく。あった。データベースの
データベースの奥深く、リセットシステムの侵入パスコードらしきものが眠っている。今そっちにもデータを送る。何かこのままだと弾き出されそうだから、葵フォローして。わかった。パスコードに近づくたび、たくさんの邪魔が襲いかかってくる。私という侵入者を外へ出そうと必死だ。そこに葵が現れ、邪魔してくるデータと対峙し始めた。何この展開、ロックマンみたいな感じで、ロックマンエグゼみたいな感じになってるな。いける。ものすごい作業スピードで葵が敵を蹴散らしていく。これさ、アニメとかになったらさ、どういう映像になったんだろうな、気になるな。おかげで私は奥深くに眠っていた侵入パスコードを捕まえることに成功した。いけた。一連の動作を終え、ようやく私の手が止まる。ものすごい疲れが一気に襲いかかっていた。体が力が一気に抜け、しばらく喋ることもできない。でも疲れている場合なんかじゃない。今はやったー、喜ぶ時だから。これでようやくリセットシステムの中へ入ることができる。世界を救う大きな一歩を踏み出すことができた。おめでとうテトラ。葵のおかげだよ。私一人じゃ何もできなかった。ふっ、そう言ってもらえるとありがたい。一旦学校に戻ろう。うん、そうだね。こうしてきっかけをつかむことができたんやな。カプセルを出て学校に戻ってきた。上機嫌な私に対し、葵はいつも通り穏やかで落ち着いた雰囲気。ふん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 。ただ見た目よりは機嫌がいいみたいで、さっきから鼻歌をくじずさんでいた。ああ、鼻歌下手くそやな。その歌、久しぶりだね。他の仲間が起きていた頃、葵はよくこの歌を歌っていた。でも、A が眠ったあたりから、全く歌わなくなってしまったので、聞くのは本当に久しぶりだった。テンションが高まった時に歌う感じなんやな。私のお父さんが作った曲なんだ。歌手だったの？まさか、ただの趣味だって言ってたよ。なんか一つの可能性をさ、頭の中に浮かんでしまったけど、あえて言わんとくね、あえて。そうなんだ。話が途切れると、葵はまた鼻歌を口ずさみ始める。これから奥や戦いが待っている。それがどれだけ過酷なものか、見当もつかない。だから、今だけは、この穏やかな空気の中で、葵の口ずさむ鼻歌を聞いていたかった。しばらくして葵の歌が止まる。すると葵は私の方を見てゆっくり話し出した。本当はね、もうずっと眠くて、そろそろ私も限界みたいなんだ。そんなここまで来て、葵とも、慌てる私をよそに、葵はそこから光る何かを取り出した。ナイフ？うん、これをテトラにあげる。軍人みたいなことやってるやん、この儀式。眠くなった時、私はそのナイフで自分を刺して、どうにか意識を保った。痛みに慣れてしまう前に今日という日を迎えられて本当に良かったよ。これからはテトラ一人の戦いだ。私はもう眠ってしまうから。だからそれを私だと思って一緒に戦わせてやってくれ。葵、ナイフを私だと思ってって、葵がなんか軍人だったみたいな話になってきたんだよ。わー、最後の最後に来て、またサムネにしたいランキングトップレベルのやつが来ました。壁を背もたれにして座り、葵は目をつむった。大丈夫、
また必ず会える日が来るから。それまでちょっと眠るだけだよ。テスラならできる。だから、いってらっしゃい。その言葉を最後に、葵は何も喋れなくなった。葵。肩を持って、肩を揺らす。完全に眠ったよな。でも、もう葵は何も話してくれない。返事すら返してくれない。いつかは来ると思っていたその時は、とうとうやってきた。世界中で起きているのが私だけになった。孤独の寂しさ。仲間が全員眠ってしまった悲しさ。葵の顔を見つめていると、涙が出てくる。でも、ダメだ。泣いたら、ダメだ。絶対泣いたら、ダメだ。必死に涙を抑え込んで、しっかりと立ち上がる。そう、泣いちゃダメなんだ。悲しい気持ちも、辛い気持ちも、全部連れていくんだから。みんなと出会って得た、たくさんの気持ち。何もなくて、ロボットだった、みたいだった、私が抱いた、たくさんの気持ち。それを全部持って、私はリセットシステムと戦うんだ。今まで、ありがとう。大好きだよ。ゆっくり休んでね。また会おうね。葵に背を向ける。それじゃあ、行ってきます。ってところで時間があと10秒なんでここで終わります。ご視聴ありがとうございました。そして次回もよろしくお願いします。週明け。とうとうひよこちゃん、クリスさん、大野さんとお別れ。明日から寂しくなるね。そして裏ではリセットシステムにテトラが侵入成功。二つの世界は今後どうやって交わっていくのか。大野さんが言っていたことの真相とは。また新たな謎が出てきました。